回の比較項目もいつも通りサイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、ADAS、ナビ、メーター、快適装備、納期ということで、サイズこんな感じで、一番全長が短い車がカロクロ、全幅全高に関してはプリウスが一番で、重量はプリウスじゃねえわ、カロクロが一番、まあ、軽いよと。で、一番大きい車って意味では全長に関してはプリウスが一番長いと 4.6m、 ラブ4と全く同じ数値ですね。 GZ とかと同じような数値。全幅は ZRV で、全高は ZRV とカロクロ、重量に関しては ZRV が一番重たいということで、この辺のね、車重とかの関係はこんな感じですよということで、消しまくってから次へ行こう。最小回転半径ですよね。どれだけ小回り効くのって話。5.2m、5.4m、5.5m ということで、一番小回りが効くのが、まあ全長考えたら妥当、カロクロですよと。で、一番効かないのが ZRV ということで、やっぱ全幅とかね、まあそういったものを考えると、まあしゃあないなというとこでもありますけどね。うん、で、燃費ですよね。燃費。26.4、28.6、22kg ということで、やっぱプリウス燃費ですね。ZRV はどうしても箱型の SUV ですし、2リッターの EHEV なんですよ。で、一番、でもそっか、プリウスも2リッターか、これ。まあ、トヨタのハイブリッドがもともと燃費的に強いというのもありますし、まあ、もっと言うとね、プリウスはやっぱ燃費考えてね、空力とかを抑えるように A ピラーを寝かせて、で、まあ言ったら、燃費に振った車なので、まあとはいえかっこいいけどね、うん、まあ当然燃費も良くなるよというところ、第5世代のハイブリッドシステムですしね、しかも。トヨタの中ではね、割と一番新しいハイブリッド。リチウムイオンとね、2リッターのダイナミック光線エンジンが組み合わされていると。UX300H と同じパワートレですね。うん。じゃあ、エクステリア。外装ですね。これね、かっこよさって意味では別の評価になるけど、この9項目比較としての評価をするならば、ZRV かな。で、プリウスはフル LED の透過類だし、別にデイライトどれもあるし、みたいな。で、カロクロはね、リアのウィンカーとバックランプが豆球っていうね、なんでそこケチったっていう話なんですけど、まあ、ここはね、やっぱテールレンズの中とかも LED の方が質感がね、高く見えるんでいいなと思います。で、プリウスはね、フル LED の透過類になってて、惜しいのがね、やっぱ鍵穴が出てると、ここはやっぱトヨタ、レクサスで差別化ができてて、レクサスの車だと鍵穴がちゃんと隠れるデザインになってると。で、その点 ZRV もね、鍵穴隠れてますからね。その辺は、やっぱトヨタ車は、鍵穴が出てると、まあいろいろ考え方あるんでしょうけどね。まあでもマツダとかもね、隠れますからね、隠してほしいなぁなんて思いつつ、輸入車とかだとね、多いですよね。まあでもかっこよさって意味ではプリウスの方がいいとは思うけど、そういうエクステリアのなんか評価として見るならば、まあこういう基準として見ると ZRV になるよと。まあマフラーとかもな、どれも別に、まあカロクロが若干イケメンから鼻毛感あるぐらいで、ちょっとひょろっと見えなくもないってぐらいで、ZRV もね、ちゃんとダミーじゃないマフラーなんで、まあお子さんが触ったらね、やけどしちゃいますけど、ついてるし、プリウスもね、マフラー隠れるデザインになってるし、いいよなと思って。じゃあ内装ね、これも ZRV かなと。やっぱ、プリウスは内装パネルがね、安っぽいと。やっぱね、質感ね、そういう見栄えの部分がダメで、無駄な装飾とか配色を排除して、運転に集中できる空間っていうのを作ってる以上、どうしても内装パネルの見栄えがトヨタ車ってあんまりよろしくないと。まあ、カロクロはステッチャー入ってるけど色がなかったりとか、あとステアリングのデザインがやぼったいとかね。内装って意味では、ドアトリムのとことかもやっぱカチカチ気味だったりとか、なんかあんま内装いいとは言えないよね、お世辞にはっていう、素材感っていうとこではね。その点ね、やっぱ ZRV はね、
ソフトパッドがセンターコンソールに巻かれてたりとか、アルミのパドルシフトがついてるとか、ペダルもアルミになってるとか、結構内装の質感はね、ホンダの中でも一番いいんじゃないかっていうぐらい、ただ ZR-V が欲しいのはね、舞踏会ランプがね、豆級なんですよね。まあ、ステップワゴンとかもね、舞踏会は豆でしたけどね。この辺はカローラクロスとかプリウスは LED 使ってるよと。トヨタとかね、マツダの車はちゃんと LED になってるんで、まあ欲を言えばそこを LED にしてほしかったというぐらいですね。じゃあ運転支援とか安全装備、これはプリウス面目躍如ということで、内外装に関しては結構、まあ外装はかっこいいけど内装とかでね、結構辛口な評価になっちゃったけど、まあ運転支援といえばトヨタすごいよ。まあ、ただ残念な点として、プリウスのハイブリッドモデルとか、あとカローラクロスではアダプティブハイビームがついてないと ALH になってないんですよ。 ZR-V は ALH になってて、メモリー式のオートホールドもついてってると。まあでもな、輸入車とかでもな、 Q3 とか、あとなんだっけ、 X1 とかカントリーマンとか、あのあたりってマトリックスヘッドライトとかアダプティブハイビームついてなかったりするんで、まあ輸入車と一緒といえば一緒なんですけど、ただね、シエンタとかヤリスクロスとか、あのあたりにはね、設定があると。なんかトヨタのこのカローラとかプリウスとか C セグメントの車って ALH 採用されてないですよね。 PHEV ならね、プリウスも ALH つくんだけどな。この辺がね、惜しいとこではある。トヨタさんもね、ちょっとおいおい検討していただいて、デリカミニとかにも ALH ついてるんで、タントとかね、お願いしますと。で、プリウスがいい点ですが、じゃあカロクロがいい点としては、カロクロとプリウスはほとんど同じです。プロアクティブドライビングアシストもついてるし、ちょっとプリウスが抜けてるけど、プリウスもここに入りますよ。PDA もちろん。で、自動駐車機能のアドバンストパークもついてると。で、プリウスがいい点としては、リモートパークに対応してると、カローラクロスはシフト操作とかも自分でやんなきゃいけないアドバンストパークと。あと、プリウスにはレーンチェンジアシストがついてると。いや、ウィンカー半押しでね、保持すると、レーンチェンジ勝手に手にやってくれる機能とかもついてると。まあ、アドバンストドライブこそないものの、NX とほぼ同じと言ってもいいかもしれない。ALH がないっていうところ以外は NX と同じだし、プリウスの方が PDA の作動領域、レーントレスアシストが全、常時操舵がついたりとかするんで、その辺に関しては、プリウスの方がいいよなっていうところですね。カロクロはね、ボクシーと同じ PDA なんだよね。なんかボクシーもね、PDA アップデート来てましたよね。ああいうのができるのいいですよね。で、ナビとか、メーターとかですね、インフォテインメント、これはカロクロ面目躍如と。まあ、内装とかね、外装のとこではちょっとカラーな評価になっちゃいましたけど、インフォテインメントは、この中では一番優れてると。カローラクロスではメーターに位置図が表示できると。ZR-V はメーターの情報量が少ないと。じゃあ多いけど、カロクロよりは少ないと。で、プリウスはもうメーターの情報量はダメですね。視認性もあかんというところで、ナビに関してはトヨタは割り込み表示で到着予想を隠しちゃって表示の問題があったりとか、 ZR-V は ZR-V でなんか精度の問題があったりとかっていうところで、なんかどっちもナビとかはちょっと日産とかスズキに比べると不満が多いなっていう、まあスバルとかマツダ対比で見ても不満が多いなっていうところなんで、なんかこの辺はインフォテインメントは微妙ですね。じゃあ快適装備ね。これは、プリウスかな。プリウスすごいんだわ。で、カローラクロスとプリウスがいい点としては、車両にドラレコが内蔵になってます。なので、後付けのドラレコが必要ないっていうのは内装とかの、なんか、スッキリ感も出せるし、あと、選ぶのめんどくさいんで、ドラレコって、ほんといろいろありすぎてね、どれ選んでいいかわかんないよって人もいますけど、もう内蔵でね、ついてた方がいいですよ。ナビとかでね、見れなかったりしますから、ドラレコの映像最近だと。メーカーナビになっちゃってるから。マツダとか見れたかな、確か。マツコネだと。でも日産とかも見れなくなってるんでね、ドラレコ内蔵にしてほしいなと。あとアプリと連携したりもできますしね。で、あと、カロクロとプリウスではコンセントがね、付けれるよと、1500ワットの。だから、だからね、なんか、南海トラフとか出ちゃってたから、そういう時にも助かるよと。Z
で ZR-V はね、ボーズとかリアシートヒーターとか助手席のパワーシートついてるっていうのはいいんですけど、まあやっぱプリウスとかカロクロの方がランバーサポートついてたりとかルーフがついてたりとかっていうとこ、じゃあプリウスがカロクロより勝る点としてやはりシートベンチレーションがついてると。このシートベンチレーションは僕の中で車の採点をする上でってね、これがあるかないかで10点20点加点するか否かみたいな装備なんで、これがあるだけで本当に車の評価が上がると、ない車は逆に価格とかによっては下げると。まあ輸入車とかだったら大抵ついてないんでまだいいですけど、まあ国産だとやっぱついててほしいっていうところはねありますよ。であとデジタルインナーミラーがプリウスにあるということで、カローラクロスあってもいいと思うけどな、なんでないんすかね、ということでね、納期こんな感じですよということで、ありがとうございました今日も。